はい、わざとご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハムタラでございます。深淵ね、紋章をちょっと変えてきました。はい、ではね。あ、音楽ついてたわ。とりあえずこのクエストの解説をすると、光で弱点効果アップ、闇で弱点効果ダウンなんですけれども、まあまあ、行ってみておいてください。友情コンボ、友情コンボがめちゃめちゃ強いんだよね。めちゃめちゃしっかり攻撃を削ってくれます。あ、HP を削ってくれます。で、2手目で、この友情コンボロック打ってくるんだよ。打ってくるんだけど、これ多分ね、運営からの優しさなのかなとも思ったのよ。ほら、直接さ、殴りに行った方が確実じゃん？なんだけど、それをさせないってことは、あ、ミスったか。おー、友情コンボ、ほら。はい、見てくれました？3品の友情コンボ。今、ブリ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 って削ってくれたでしょ？友情コンボロックをつけた方が、めちゃめちゃ楽です。このクエスト。体感ね。なんか、1P つ、あれ ?1P つけてないんだけど、あれ？あら？なんか間違えてるわ。まあいいや、やっていこう。アップさして、友情コンボブリ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 って。ブリ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 って。倒しちゃっていいよ。いやー、倒した方が絵面よかったな。まあ何せ私の編成だと、友情コンボをね、結構多めに使ってきます。それは私の実力をカバーするための、まあ裏技じゃないけど、まあ小ずるい技だよね。小ずるいとか言わんでほしいけど。で、この HP ならも削り切れる。はい、じゃあこれで、真ん中のロボの処理が終わりました。で、ロボ処理が終わると、上のね、ダークドラゴンが降りてくるんですけど、これね、3体同時じゃなくて、2体2体も許されるんだよね。2体2体も許されるんだけど、私ずっとこれ3体同時だと思ってやってたんで、3体同時処理する動きをします。あ、この位置からごめん、無理だ。いや、いけるかな？要はね、斜めっす。くるっと回って。いいね。あれ？なんでお前だけダウンしてんの？まあ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 ね。これこういうクエストは良くないとこですね。だからこれは、一番遠い、そう、例えば友情コンボ枠で言えば、このオーデンタって近くのやつから攻撃してくから、こいつが最後に友情コンボ当たるんですよ。だからこういう時に関しては友情コンボマジでいいよねって感じ。はい、友情コンボ利用。いいですね。いいですよ。ねえ、だから今回のね、深淵、前回の3つに比べれば多少はやりやすいのかなとも思うんですけど、ただ、これはあくまで私がめちゃめちゃいいキャラを今回正直持ってます。多分これ以上ない編成を組ませていただいてるんで、それが多分一番の理由かもしれませんが、ご了承ください。これはアップして、いや、アップして、あと暴れるか。青に入っちゃうよね、どうか。いや、ワンチャン。ブロックで跳ねて、お、いった。いいね。全処理。まあ、上のザコ2体に関しては多分、オーデンタちゃんのね、友情が、デンタ友情ブリブリが入ったんで、それで処理しましたね。ごちそうさまです。ありがとうございます。で、アジタカハ？アジタカハと削るだけなんですけど、これもね、そこの、私のイメージはあくまでこの、ブルー抜けて、下に行ってピンクに入り直す。を、毎ターン繰り返してあげるといい感じです。ただね、タンジェロネズコに関しては、友情がね、全体にバーっていっちゃうんで、うまくいくときもあるし、いかないときもあります。そう、だから、ただ、毒巻き要因はやっぱ1体でいるとでかいんで、この編成がベストだと思いますね。だからワンチャン、炭治郎ねずこだけ友情コンボロック、いやー、ダメだ、毒巻きてえもんな。で、ここ、箸休めステージですね。あ、でもこれちょっと早、そう、これね、早すぎるとね、弱点効果アップしないんだよね。いけるかな？はい。アップした。いや、抜けた。あー、抜けた。友情コンボ。ありがとう、友情コンボ。超強くないですか？これが友情コンボです。ねえ、デンタ友情、マジ強え。鬼ブリブリよ。さあ、あとは左側削るだけ。あ、左、右上か。右上削るんですけど、ごめん、説明しやすいだ。さっきここにいた鬼ね、最初から3ターンで即死打ってくるんですよ。だから、まあ、できれば、そう、できればでいいんですけど、左から処理しましょう。よし。防具ダウンが来る前に処理しきるっていうね、荒技です。そう、友情コンボね、出ちゃうのは出ちゃうので、損もあるんですけど、まあ、得もあるからね。で、ここに関しては、ね、これ、こう行って、いけるかな ?4 ピに触っ、あ、無理だな。これ、ちょっときついわ。上経由してくるわ。
行って帰ってよっこ一緒で30年とか拾って全部当たる。はい、素晴らしい。これ気持ちいいよね、このステージね。まあ、場所が良ければほんと行って抜け一番気持ちいいステージです。楽しいね。まあ、本当に何でもいいよ。あくまで私はキャラ編成がめちゃめちゃいいからね。そう。これ降臨キャラでやれって言われたら多分やめます。無理って。そんぐらい難易度は高いです。あとはもうこれは、これでいいかな。光だけ触って。うん、オッケー。あー、友情コンボ出した。あー、よかった。来る前に終わったわ。じゃあ、ボス戦やっていきましょう。ちなみに私まだボス2までしか行ったことないんで、そう、ボス2でさっき負けて、友情コンボ編成にしてきました。で、この友情コンボ編成にしたおかげでね、マジでサクサクよ、今のところはね。で、そう、ここ。ここがね、ロボを全勝利するんだけど、それが結構難しいんよ。そんな時便利なのはやっぱ友情コンボだよね。こう行って、行って、跳ねて、違うな。これでいけないか。まだ毒負けないからな、このターン。よし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 。一体処理できた。うまくいけばね、一体でバーッと処理できるかもしれないけど。いや、炭治郎ねずこは出れないのはひどい。出れないはやめてほしい。こんなん運ゲーよ。一応ね、右の隙間から出れるんで。出ろ、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 出てくれよー出たー、遅い。いや、まだだ。まだいける。いけねずこ。押した、押した、一体。まあ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 。何も処理できないよりは全然美味しい。これでようやく毒を負けるし。レーザー痛いし。そう、このクエストね、結構レーザーすごいんだよね。超レーザーとか欲しい。ここは、もうこれでいけるんだ、多分。闇触って友情コンボ発動。あとはもうブリ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 って。いいね。大電波密輸に触るだけの簡単作業。それでここの処理ができるのはでかい。マジでさっきまで超ルート組んで頑張ってたからね。やってられんぐらいの勢いで。そしたら、ね、下か。炭治郎ねずこの運ゲーになっちゃうな、これ。ちょっと時間ください。だこっちから、いやー、でもこれ、多分入るとき触れると思うんだよな。あ、触れんかった。やべ。今触れてもな。今触れてもな。まあ、しゃあなし。場所によりきりだから。場所によっちゃ一発で持っている。そしたら、これは、どっちから？そうだね。逆抜けちゃうから。いや、下手な考え。シンプルでいけないか。ワンチャンいける。あ、友情触っちゃったか。触っちゃった。あ、抜けた！これ抜けちゃうんだよね。さっきは抜けるの時間かかったくせに、今回はスッと抜ける。モンスターストライクさん、うまいことやってます。やってるね、本当に。やってんねって感じ。そしたら。大丈夫。まだ2ターンある。いやー、抜けた。抜けるなぜ抜ける？ SS 打ちます。本当はさっき負けたからボス2枚は取っときたかったんだけどね。超強いよ。どうかじゃん。ね、言葉通り一撃必殺ないよ。弱点効果アッププラスだっけ？あ、プラスだけかこれ。弱点効果ダイアップだけか。ごめん。勝手に、弱点に対してダメージアップかと思ってました。ね、そんな S 強い SS じゃないね。で、ここなんすけど、異様なまでに反応が遅いんだよね。反応遅いっていうかね、例えば上を処理するときに、こいつとの距離が近いせいで、反応がする速度がだいぶ違ってくるの。まあ、近畿24やってた人は、あーってなると思うんだけど、めちゃめちゃやりづらいです。だからこれどうすっかな、初手で、美しいルートが、青でしょ、今青入っちゃってるから、発動だけさせて、いけないかな。
いやマジか。うん、ワンチャンいけると思ったけどいけんかった。ちょっと場所が悪いんだ。場所悪し。そしたらこれを電太友情出ちゃうから、いやこれでも電太友情利用でいいか。近くのやつから行くから多分闇から行ってくれると思うから。はい、あ抜けた、あれ入れ、よしありがとうね、あれってなる。さああと1体青入っちゃってるね。ただ位置がいいね。はい、発動発動で友情コンボブリブリ入ります。殴ります。 OK。 さああとはボス削るだけ。まあ、それがまた難しいんだけどね。さっきね、そうここの処理ができなくて負けたんですよ。順々でいけば多分最後友情だけでいけるから。ただ反射、そうこれね、理想は多分ここで一回跳ねるんだよね。こんなもんじゃね。あ、いった、え抜けた、抜けた、あ入った、入り直した、ラッキーごめん、ちょっと思ってたんと違ったけど、まあ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 ね、時の運ってやつで。さあラスゲ初見です。ダクドラがいっぱいいますね。はい、3体同時か、あじゃあ同時じゃない、多分2体ずつか。またそしたらタンネズ触れて毒巻いて、毒巻きついでに闇触って、あとはもう運試しだな。1手目運でいくわ。で友情コンボ拾って、おー、いいね、いいね、いいよ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 、ブリ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 。ナイス、ブリブリ。さて、2体処理しましょう。おねが来ましたよ。この位置か。触って、ね、タンネズ触って、デンタ暴れる、デンタ友情触る、入る、出る、行ったべ。触れ、よし、ナイス。いやー、やっぱ友情コンボでかいってマジで。あ、ぜひ習慣回避、そう習慣回避だ、ずっと言いたかったの、つけた方がおすすめです。あとは、あーでもあとはまあまあまあ、いやーなんか根津入ってない、入ってるよねこれ。どうしようもないターンか。じゃあ SS、 まあでももう一巡あるしね。とりあえず入り込んじゃったら次出づらいだろうから、これはもうこれでいいや。あ、でも、赤に入ったらそらそれでめんどくさいな。で、出しとこう。いや、もったねー。あ、で、友情コンボあれか。そっちに飛んじゃうんだね、もう。さあ、こっから。あとは削るだけ。で、パックは使う意味ないかもしんないけど、まあ、運が良ければね、いけるから。で、待って、これ。パック使わなくていいや。ピンクに入ればよしでしょ。あ、いやむず、青入っちゃった。あー、これがこれで中で暴れ回る感じね。抜けると、入れ入れ、ピンク入れ、ピンク入れ、ピンク入れ、入らんか、ごめん入らんかった。さあ泣いても笑っても残り1巡。SS 使います。タンネズに触れてるから、もうタンネズ触れでいけんじゃないのこれ。多分だけど、あ、メテオの振る順にも寄り切りか。まあ、友情系できてるし、このまま友情生かそう。おかちゃん。三つよー、来たー、あ、抜けたー、なんで、なんとかして真ん中のさ、闇の価値倒せねえかな。価値じゃねえや。加速雑魚。こいつ倒せればね、超ぬるゲーになるんだけど、当たり前か。だからこれ多分 4P 触れてから行けばいいだけだから、 4P 触れて友情で発動してもらって、その後次をやってもらって、いったべ、一撃必殺。なんで抜けんの、なんでそんな広角で抜けるの。
まあ、角度が悪いのか、もっとじゃあ暴れ気味に打った方が正解ってことかな、知らんけど。タンネズ SS 打つんだけど、ね、直で入ってもそこが削れそうな気がするけど、やめとくか。いや、ガイド欲しい、ガイド欲しい。罪を償え。よっしゃ、入った、出ちゃった、友情で終わった。あー、まだ友情編成としては正解かって感じでしたね。いやー、紋章のね、マジ友情かなり強いっす。ご視聴ありがとうございました。アム太郎でございます。いやー、まあ周回できるかっつったら、まあでもこの編成組めれば多分周回も全然ありだと思いましたね。じゃあバイバイ、ありがとう。